チャオ、あっちゃんです。今日は11月11日、ヒカルのね、土曜日参観で、今から学校行きます。はい。で、お昼ご飯食べていくんだけど、授業参観が12時10分からやね。だから12時ぐらいにお家出ていくんだけど、まあ10分ぐらいあったら歩いていけるやろうと思うんで。で、お弁当を作ったんで、お弁当の中の具で食べたいと思います。いつもの定番。チクと、ね、きゅうりなかったから、人参チクは、人参チクと、ベビーリーフと、なんだこれ、ロースハムに、かいわれ巻いたやつとか、トマトチーズと、冷凍の唐揚げと、串カツと、卵と牛肉の甘辛煮、それとフルーツ、ぶどうとリンゴとキウイで食べたいと思います。食べよう。で、マヨコ持ってたから、マヨをこの辺かけたね。人参チックはマヨかけてもうまいね。半分。では、いただきます。食べよう。おいしい。炊き出しちゃうけどね、6時ぐらいに炊けて、でも昼までから保温したって。ほんと定番のお肉。うん、何だベビリー美味しいな。あれ空っぽや。頼むちくや。うん、美味しい。定番チーズちくわ。どう味、いけてる？いつも同じ。かいわれ。牛肉の卵の甘辛いのにも定番やからね。だから毎日お弁当じゃないけど、遠足とかの時だけ作ったのかな。弁当箱詰めてもらったんだけど、あれはめんどくさいからお皿のまんま人間軸は美味しいな。うん、あ、うまい。冷たいの唐揚げ。うん、うん、自然解凍で美味しいや6時からやから、うん、5時間ぐらいの自然解凍で、うん、ちょっとお肉硬いな。お肉は代わりに食肉センターの和牛使った方がいいかもわからんね。いいお肉使った方が硬ならへんのかも。これイギョンもね、煮込みを煮って書いてあったから買ってんけど、やっぱ硬いね。それ食べよう。ハムの貝殻ハム食べよう。食べへんの？食べやんね。中からないな、パチパチ。ちょっと食べよう。これね、どっかの冷凍の塩辛あれ。美味しいんだよ。足が足がザル。食べへんの？ここ痛い。噛んでもた。噛んだんか。おかしいな、噛んだらしい。同じとこばっか噛むから痛いね。うん。片言やりしてんねん。え？片言は同じとこよ噛むね。なんだべね。なんか待ってるからね。いつもね来てほしいんだよね。待ってんね。これ美味しいで。串カツだもん。痛い。チーズ美味しいな。うちいちこは定番やね。完食しました。お肉や食べとき。めんどくさいね。フルーツ食べへんの？後で食べる？卵一個食べよう。寒い。美味しいです。トマト美味しいな。トマトとベイビーリーフ合うね。これにチーズも一緒に食べたらもっと合うね。合う。でね、フルーツ食べよう。キウイがちょっとね、酸っぱかったよ。ぶどうと。あ、これ、皮食べられるぶどうや。皮がそんなに悪くない。皮ごついやつって肌バリバリやん、ゴリゴリしてだから食べへんねんけど、皮薄いぶどうはぶどう皮口食べます。甘っ、白い方が美味しい。赤ぶどうより白ぶどうの方がね甘いわ。りんごは量が好きやから2つ置いてたけど。はい、ということで今日のあっちゃんのお昼ご飯、ひかるに作ったお弁当で残りっていうか一緒に作ったもので食べました。お弁当箱詰めへんけどね、まあ、雰囲気はお弁当の雰囲気で、まあ、ちょっと違うのはご飯があったかいのことぐらいです。はい、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯は、ひかるとのお弁当と同じ内容で食べました。美味しかったです。ではまたね、バイバイ。またね、お弁当作ったらあっちゃんも作るようになるかな。でも今からお弁当作るからお昼時々ね、もうお弁当あっちゃんのも作っていって、ね、毎日お弁当ばっかりであれからね、なんか考えましょう。はい、ね、来年からほんまにね、まだ半年向こうやけども、ワクワクするような不安なようないろいろあってね、だからまあお弁当がになったらなったで体がそうなるんでしょう。はい、多分できるでしょうということでね、今日はちょっとこの後、もうちょっとゆっくりできるんで、まだあとね20分ぐらいゆっくりして小学校行っていきたいと思います。またね、バイバイ。